皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日は、2023年の5月の、24日、日本時間での日付です。ウクライナとロシアの方たちへ、復興へ向けてのメッセージなんですが、昨日、日本の報道で流れたニュースでは、ロシア の、 パルチザンと呼ばれる、もともとロシアの国民の、軍人として、勤務している人たちが、蜂起して、ロシア領土内での侵攻が始まったと。ずいぶん前から、双方に、ウクライナとロシア両方に、停戦を、求めていまして、で、今状況としてウクライナが F-16 を求めていて、それについてパイロットを訓練していると。あくまでも自国のパイロットの方たちで対応してくださいと、そういうふうな形で西側諸国の方たちは動かれています。それとウクライナの兵士の皆さんに最初から状況をお伝えしておきますが、ロシアは第5世代戦闘機を持っています。ですのでそれが出てきたら対応できません。まず 100% で負けると思います。対空空戦で、ですので、その一時の戦争状況でのその何か支援等で盛り上がるのではなく、ウクライナ国内からも早く停戦するべきだと、前線に立たれている方たちでね、それをゼレンスキーさんの方に挙げて、あとは話し合いで国境の線引き、はっきりしましょうと。もともとの領土の範囲まで、戻してほしいだとか、そこでね、原油やガス、石炭、ウラン鉱の残存量について、大っぴらにも皆さんで話し合っていただいて、すべて、私の見立てでは約50年分あるかどうかです。で、多くの地点のシェールオイルやシェールガスはすでに現在の技術的採掘可能な埋蔵量の中に含まれているので、やはりそれぐらいになります。これが今の置かれている現状ですので、もちろん命ももったいないですし、不幸な目に遭われる方をもうこれ以上私は見たくありませんし、双方あとは話し合いでもうすでに決着はつけれる段階に入っています。それをしてもらわなかったら僕もちょっと読み切れないんですけども、そのパルチザンと呼ばれるロシアのその軍部の所属された巻き込まれた一般人の方たちがどれぐらいの数の方が蜂起するのかっていうところ、要するに反政府側として活動を始めるのかっていうところは、これはもう私の方ではもう全く分かりません。把握ができませんので、そうなってしまうとあんまり規模が大きくなるとロシア国内が内戦状態になって、国家としての体をいつまでなせるのかというところになります。最悪のシナリオはロシアの国内で今度はどこで国境を引くのかみたいな話になると思います。その最悪の場合はね、そこまではなかなかならないとは思うんですけども、すぐにロシアも撤退をしてウクライナ領土からまず守り固めて、もうすぐに停戦するからパルチザンも落ち着いて、もう一旦やめようと、戦争とお互い内乱もやめようと、そういうふうにねお伝えするのが最善かと思います。これでどちらにしても話し合いであとは決着はつけれる状況だと思います。これで皆さんご協力のほどよろしくお願いします。